ライターの鶴原博隆です。今回はこの時期だからこそのお得に買えるマークダウン品を見ていこうと思います。よろしくお願いします。もうこの時期になると新しいモデルが出ていたり、まあ、発表直前だったりして旧モデルにあたるものが値下がりします。で、それをマークダウンって言うんですけれど、この時期だからこそ安く買えるモデルっていうのがあります。なのでそれをヤフーショッピングで探していこうと思います。よろしくお願いします。まあ、何でもかんでもいいわけではなく、なんか皆さんが好きそうな注目モデルでマークダウン品を探していこうと思うんですけれど、何からいきましょうかね。あ、もうこれ残ってればなんですけど、めちゃめちゃ売れたタイトリストの T200 アイアン、まだあるかな。お、新しいのと古いのとまだ収録時点ではあります。はい。で、新作の方がちょっとバックフェイスはかっこよくなったかなって思うんですけれど、けどこの2021年モデルだってそんなにかっこ悪いわけでもないので。ただね、これポリカーボネートでバックフェイスカバーできてて、で、こう擦れてくるとちょっとハゲが出てきたりとかも実際やっぱあるんですけれど、そこまで気にしないんであれば全然問題ない。はい。なのでだいぶ安いですよね。こうやって見るとね、もう 40% オフとかになってるんで。なのでこういうのはあるうちに買っといてもいいんではないでしょうか。ヘッドの性能的にはそんなには新作と変わってないような印象を僕は受けたんですけれど、フィーリング面が新作の方がいいかなという感じですね。なので実用モデルとして、まあ、そういったバックフェイスのポリカーボネート感とか、あとちょっと打感が良くなってるよとかいうのが気にならないんであれば、この一つ前のモデルを買っちゃっていいと思います。本当に内蔵されているこのマックスインパクトテクノロジーのおかげでオフセンターヒットした時の飛距離の打ち込みが少ないのと、あと直進性が高いっていうのがこの T200 の特徴なんで、それは2021も2023も両方そうなんで、なのでこれは買っといてもいいんじゃないでしょうか。まだ今なら在庫あります。はい。これをじゃあカートに入れておきましょう。はい、あるうちに買いましょう。はい。あとこの時期だからこそ、もうまさにそうなんですけれど、今年はですね、ゼクシオが、モデルチェンジする年です。ということは現行のゼクシオ12とかゼクシオ X がマークダウンして安くなっているということで、ゼクシオ12のとりあえずドライバーですかね。はい。で、これもこうやって見てみると、すごい安くなってます。価格的にはこの収録時点で5万円を切る、ゼクシオが5万円を切る、おお、すごいですね。で、これPayPayのポイントなんかもついたりするんで、これよりさらにお得に買うことができます。なんでゼクシオ一度は使ってみたいなとか、ゼクシオ使ってるんだけどそろそろモデルを新しくしたいなとか思ってる人は、この時期に買っといた方がいいと思います。まだ今だったら、ロフトとシャフトが選べる状態です。はい。時間経てば経つほど在庫がなくなってくるので、あるうちにぜひ買ってください。
同じくゼクシオ X のドライバーも安くなってるはず。はい、これもだいたい同じぐらいの価格で、中古も今混じっちゃってるんですけど、新品だとやっぱ同じ値段ですね。5万円切る価格帯です。で、まあ、どっち選ぼうかそんなに迷う人いないのかもしれないですけれど、ちょっと触れる人向け、ちょっとパワーのある人向けになってるのが X の方です。はい、で、カチャカチャもついてるよっていうのがこの X の特徴なので、まあ、その辺重視する人はこの X を買ってもいいと思います。はい、これも今ならまだシャフトロフトを選べる在庫はあるようです。あとはドライバーだけではなく、アイアンなんかもおそらくゼクシオのシリーズを安くなってますかね。安くなってますよね。おー、8万円切る価格がだいたいこれも 30% ぐらい安くはなってますね。はい、これももちろんお買い得です。もう値下げ品って書いてますよね。ゼクシオのアイアンというのは、チタンフェースが一番大きな特徴だと思います。これ代々ずっとチタンを使い続けてきました。飛びと、まあ、優しさを両立したモデルなんですけれども、ヘッドはやっぱりちょっと大きめにはなります。で、適度にグースもあって球の捕まりもいいよっていうのがもう歴代ゼクシオアイアンの特徴ですね。本当に構えるともう本当こう手のひらでこうポンってこう包み込めそうなぐらいの見た目の安心感もあるようなモデルになってます。こういうのもマクダウンで安く買えます。あと注目モデルというとこれですね。ステルスグローレ、これももうマークダウンしてるんですよね。はい、さあゼクシオを買うかグローレ買うかみたいなところだと思うんですけれど、本当に競合モデルだと思います。はい、ステルスグローレの特徴としてはやっぱりついにグローレにもカーボンフェースが採用されたところだと思います。はい、でヘッドの性能的には球が上がりやすくてなおかつ捕まえやすいっていうのが特徴。あともうステルスシリーズでは採用されなくなった白と黒のこのコントラストのこのヘッドデザインもステルスグローレにはまだ採用されてます。これ構えやすくて僕は大好きなんですけれど、なんでその辺が好きな方も今安くなってるステルスグローレのドライバーはお買い得なんじゃないかなと思いますね。これもいつまで在庫あるやらわかんないので、新品で買いたい人はぜひ今のうちに買ってほしいです。これ公開されてる頃になくなってたらごめんなさい。はい、あと見落としがちなのがキャロウェイのエイペックスアイアン。エイペックスのプロシリーズというのが発表されて、エイペックスプロシリーズなんで、3モデル用意されていて、3モデルとも、まあ、中上級者向けなんですけれど、新しいこのエイペックスのアベレージ向けモデル、ちょっと優しいモデルみたいなのがまだ出てないんです。ないんですけれども、前作にあたるモデルがもうマークダウンしてると思うんですよね。なんでそれが例えばこれかな、エイペックスアイアンセット。はい、シャフトこれモーダス入ってるやつで 105S。 はい、これ安いですよね。だいぶ安くなってますよね。なのでこの辺はとってもお買い得なんじゃないかなと思いますね。
なんか日本ではキャロウェイのエペックスのアイアンってそこまで人気ないみたいなんですけど、これ海外行くとめちゃめちゃ売れてます。もう全アイアン、もうメーカー渡って全アイアンの中でももう上位に来るぐらい売れてるモデルがこのキャロウェイのエペックスだったりします。で、立ち位置的にはテクノロジーをまあ駆使して優しいモデルなんだけど、ちょっとこう見た目的にはそこまで大ぶりでもなくてアスリート感があるよっていうのがこのエペックスのシリーズなんで、なんで意外とこう使える範囲が広いというか、ゴルファー層、広いゴルファー層に好まれそうなモデルっていうのがこのエペックスです。安いので今これ買っといても僕はいいんじゃないかなと思いますね。あとね、 DCB っていうディープキャビティバッグ、こっちの方が簡単は簡単、ヘッドがちょっと大ぶりになって簡単は簡単なんですけど、あと弾つかまえやすいっていうのが特徴で、なんで優しいアイアンが欲しいっていう人はこのモデルも要注目です。これもまだ在庫は今のところはあります。はい、もう新しいモデルになっちゃうと値段差がやっぱりすごいですよね。はい、今ここに見えている APEX CB2024 15万円オーバーとかなんで、もうほぼほぼ半額で古いモデルだったら買えちゃうよ。まあ、もちろんちょっと性能は違うんですけど、というような感じですかね。はい、前作の APEX PRO なんかもまだ残ってたりするんで、なんでその辺もチェックしてもらえればと思います。あとはですね、ウェッジミルドグラインド4というのが発売になったので、その前の3が残ってれば、はい、だいぶお安く今なっております。はい、これ安っ、これ安いな、買ってみようかなっていうぐらい安いですね。なんと1本1万円で今売ってます。あの、全然悪いモデルじゃない。そして今ならロフトもある。なのでこれ本当に収録時の今が買い時かもしれない。これ公開、動画公開されてる頃にここまで残ってるかどうかちょっとわからないんですけど、めちゃめちゃお買い得になってますね。ちょっとおさらいしておくと、もともとはこのソールにこうたくさん線が入ってると思うんですけれど、まあ、ここは全部機械加工のミルドで削ってあるよっていうのが特徴です。まあ、それをやることで、あの、たくさん量産しても全く同じソール形状にできるよっていうのが一番の売りです。他のモデルじゃあどうやってるかっていうと、職人さんがこうジュジュジュって削ってます。まあサンプルの見本となるモデルがあって、それと同じになるように削って一本一本作り上げるんですけれど、そうするとやっぱりどうしても個体差が出てくるだろうってことで、このミルドグラインドを採用しているのがこのウェッジです。で、他にも特徴がありまして、フェース面にかなり細かいこのマイクロリブっていう、ミーリングが入っています。はい、で、これのおかげでスピンがよく効くよっていうのが特徴です。で、スピンに関しては、まあ、予備知識なんですけど、ドライな状態で打ってるとそんなに変わんないです、どのウェッジでも。ただちょっと濡れた状態だったりとか、まあ、朝露だったりとかで、晴れててもちょっと芝が噛んで、まあ、どうしても地面って湿気てるものなんで、まあ、そういったものとかがこう入った時にでもこう芝を切ったりして、あと水分を横に飛ばしてスピンを効かせられるっていうのが、こういう溝の役割とかミーリングの役割だったりします。
なのでその点ではかなりスピン性能が高い、安定したスピン量が得られるように作られているモデルというふうに言えると思います。で、ソール形状、ソールのグラインドも、3種類用意されているので、自分に合ったものを、3種類からは選べるよというのも特徴ですね。で、どうせ買うんだったらロフトとこのソール形状っていうのも選びたくなるものなので、なのであるうちに買っちゃってください。で、もしロフト違いで2本欲しいなと思ってるんだったら、本当にあるうちに買っちゃった方がいいです。後でもう1本付け足そうとかって思ってると、もう売り切れちゃう場合とかも結構あるので、今までちょっとテーラーのウェッジに興味あったけど使ってなかった人とか、あと割と何でもいいんだけどちょっといいやつ使いたいなみたいな人はこれしかないんじゃないでしょうか。はい、めっちゃめちゃ安いので、これ今のうち買っといた方がいいと思います。はい、なかなかこの値段で新品ウェッジ、さらに大手メーカーのものは買えないので、今がチャンスです。今回はお得に購入できるマークダウン品をご紹介してきました。もうこれは時間との勝負です。人気のないモデルだったら、長く在庫あったりするんですけれど、人気のあるものは結構本当に早くなくなっちゃいます。で、あっても自分が希望するスペックがなかったりっていうこともあるので、なのでなるべくこの時期早くマークダウン品は購入するのが吉だと思いますので、ぜひ皆さんもこの動画を見て、あ、これいいなと思ったら、もう今すぐヤフーショッピングを見て、まだ在庫があるかチェックしてもらえればと思います。ありがとうございました。